新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに351人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは351人で亡くなった人の発表はありませんでした一日における新規感染者の数は前の週の同じ曜日を8日ぶりに下回りました現在の病床の使用率です 重症対応病床が7%、入院病床全体では16%となっています。